ジョニー・ウォーカーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。サウスカロライナ州チャールストン出身。少年は1940年ともされた。正義派の覆面レスラー、ミスター・レスリング2号での活動で知られる。1970年代から1980年代初頭に、かけて南部の NWA ジョージア地区を、主戦場に、当時のアメリカでは、珍しい覆面のベビーフェイスとして、 人気を博した。パッドオーコーナーらのトレーニングを受け、1956年に、後年の居住地でもあるハワイにてデビュー。以後、ラバーマンジョニー・ウォーカーのリングネームで、カナダのトロントやテキサスのダラスなどを、転戦。1960年代初頭は、WWF w、F、の前身団体である、NWA のスイースト地区のキャピトルレスリング、コーポレーションでも活動した。 1960年代後半からは、テネシーの NWA ミッドアメリカ地区を主戦場に、同地区認定のローカルタイトルを再三獲得している。1969年11月には、日本プロレスの NWA シリーズに初来日。当時の NWA 世界ヘビー級王者、ドリー・ファンク・ジュニアをはじめ、ダニー・ホッチ、ハーリー・レース、 ブルラモスラビッグネームが参戦した同シリーズにおいては、目立った活躍は残せなかったものの、ラバーマンの異名通りの柔軟な体を駆使した、クラッチ技を披露し、中堅どころの日本勢を翻弄した。1971年、エディ・グラハムが主催する NWA フロリダ地区で、覆面レスラーのダグラップラーに変身。3月23日に、レネグレイから南部ヘビー級王座を奪取し、 飛躍のきっかけをつかむ。後に素顔に戻り、1972年6月24日には、ボリスマレンコと組んで、フロリダタック王座も獲得した。また、フロリダでは、本家ミスターレスリングのティム・ウッズとも開校している。1973年、再興した、ジョージアチャンピオンシップレスリングでは、興行の目玉として、 人気マスクマンのミスターレスリングの昇兵を計画していたが、当時フロリダでトップスターだったウッズは、スケジュール調整が困難だったため、第2のミスターレスリングを新規にプロデュースして、ジョージアに登場させることになった。打診を受けたフロリダのエディグラハムは、同じく覆面レスラーとして活動し、ウッズとの対戦経験もあるウォーカーを GCW に紹介。以後、 ミスターレスリング2号に再変身したウォーカーは、少年ファンのヒーローとして、大ブレイクを果たすことになる。GCW 登場後の同年3月2日には、空位となっていた NWA ジョージアヘビー級王座の、争奪トーナメントに優勝し、新王者となる。以降1980年1月にかけて、ビル・ワット、ロンフラー、バディ・コルト、アブドーラ・ラザ・ブッチャー、ニコライ・ボルコフ、 ディックス・レーター、スタン・ハンセン、マスクド・スーパースターらを破り、GCW のフラッグシップタイトルである、同王座を通算9回獲得した。また、ティム・ウッズとも、ミスター・レスリング1号 &2 号として、タッグチームを結成し、ジア・サシンズやミネソタ・レッキング・クルーと、ジョージア・タック王座を争っている。NWA 世界ヘビー級王座にも、再三挑戦しており、 専門誌のモーストポピュラー部門のレーティングでは常に上位にランクされるなど、ジム・バーネットの主導で全米有数の繁栄マーケットとなった GCW の流星を支えた。GCW を主戦場とする一方、南部の各テリトリーにも参戦して、1979年2月16日にはアーニー・ラットからミッドサウス地区の北米ヘビー級王座を奪取。 フルスのフロリダでは1981年12月に、ザ・スポイラー、1982年4月に JJ デロンを破り、フロリダヘビー級王座を獲得している。1982年3月18日には、ジャクソンビルにて、当時ドリー・ファンク・ジュニアが保持していた、インターナショナルヘビー級王座にも挑戦した。1983年に NWA 県を離れ、 ビル・ワットの主催するムズウィに転出。一時的にヒールのポジションに回り、1984年にジャンクヤード・ドッグやマグナム・ティエイト北米ヘビーキ機ー王座を争った。同年10月よりベビーフェイスに戻って WWF に登場。アイアン・シーク、クレッグ・バレンタイン、ブルータス・ビーフ・ケーキ、アドリアン・アドニス、カウボーイ・ボブ・オートン、ランディ・サ・ベージ、 ブレッドハートらと対戦し、1985年11月25日には、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて、テリー・ファンクとの NWA 対決も行われたが、WWF では活躍の機会に恵まれず、1986年、初頭に離脱した。以降は、アラバマのコンチネンタルチャンピオンシップレスリングを経て、インディ団体を転戦後、 1980年代末に引退。1993年には WCW 電動に迎えられている。引退後はハワイのホノルルに居住2006年より現地の団体 HCW のヘッドトレーナーを務め試合にも時折出場していた。2007年10月13日にはミスターレスリング3号ことスティーブコリノと組んで 同団体認定のタッグ王座を獲得している。2008年8月に脳卒中を患ったが、その後回復。2012年には NWA 伝道に迎えられた。前世時は NWA ルートで全日本プロレスへの参戦が有力視されたものの、人気選手としてアメリカで多忙だったこともあり、ミスターレスリング2号に変身後の来日は実現しなかった。 2020年6月10日、85歳で死去。ミスターレスリング2号に関するカテゴリー。ありがとうございます。